ボールが7球目スタートを切る、打っていってライトへ打球が上がる、打球が伸びてスタンドに飛び込んだ、同点ツーラン、後藤の一振り、バファローズが同点に追いつきました。後藤光隆が今シーズン第4号同点ツーラン。ホールトンが打たれました。ゆっくりとダイヤモンド一周、後藤ホームイン、2対2。後藤らしい素晴らしい当たりがあっという間にスタンドに消えていきました。見事ですね、ツーストライクまで、空振りをして見て、高めに来たまっすぐですよね、しっかりと上から叩いての、高めのボールなんですかね、それがツーストライク目に合わせたようなスイングをしていたらこれは奪われてないでしょうね、やっとバファローズ打線がちょっとお目覚めになりましたんで ね、そうですね。終盤の7回、両チームにとってゲームが動いたイニング、ホークスが1点取って点差を2点に広げれば、バファローズは2点取って同点に追いついています。後藤の4号ツーランホームラン、ある意味攻略の、糸口というかお手本を見せてくれましたよね、ツーストライクまでは自分のタイミングで振る、それで合わなかったら合わすんじゃなくもう空振りしてしまうというようなね、